8月8日土曜日朝5時40分のホームポイントは、おー、最近としてはかなり大きめのうねりがインサイドブレイクですね。近場で乗れるポイントあるかもしれませんね。風はオフショアが背後から吹いています。それほど強くはありません。ホームポイントの右も緩めのオフショアで、こちらもうねりがインサイドブレイクというかショアブレイクですね。気温は28度ありますね。風は緩めのオフショア。海にはセット感ありますが、いい感じのうねりがインサイドブレイクですね。今日はどこかで乗れるポイントあるかもしれませんね。Thank you.